2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加月艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを、出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習航海は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出港することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは、修理のためロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、28日には、CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、
軽空母への改修が完了した海地護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦加賀になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲旧の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズに合った空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追はしても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは全く比べ物になりません。戦力にならないなら別の使い方を考えなければなりません。そこで最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンスオブウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン、マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。
日本が次期戦闘機開発でイギリスとイタリアとの共同開発中ですが、取り沙汰されていたようにサウジアラビアが GCAP に熱視線を注いでいるという情報があります。今回は F-35 戦闘機を超える戦闘機開発にサウジアラビア参戦で赤信号点灯かについて見ていきます。やっぱりオイルマネーが欲しいイギリス、何でもありでしょうか。現在航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機ですが、イギリス及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられ、推進させるための3カ国政府機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO が設立されることになりました。2023年12月14日に3カ国が署名したそうです。この JIGO の設立条約は2024年5月衆議院で可決されていましたが、6月5日の参議院本会議でも与党多数ですからあっさり可決されました。これによって日本の次期戦闘機開発が次の段階へ進められることになったのです。次期戦闘機については当初これまでのように空自にはアメリカ製戦闘機を導入するか、 F2 戦闘機のようにアメリカ製戦闘機を土台に開発された戦闘機を運用してきましたが、そのせいで日本の国情に合わせた自由な改修もできず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を支払わなければならないという問題が生じていました。この苦い歴史があったので、次期戦闘機は15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力に次世代技術も適用できるゆとりある拡張生産自国における改修の自由度が高い、4国内企業が関与できる5開発及び取得のコストが安いなどの観点で検討が進められたのです。そして2018年12月18日内閣閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定された際、中期防において F2 戦闘機の後継機については将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進すると同時に国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手すると明記されました。海外の既存戦闘機を導入する案は技術上及び価格上でのデメリットが多いと見られたため、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるという方針になったのです。2020年10月当時の岸防衛省が三菱重工業を開発したいとして正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表しました。そして開発センターが愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場内に開設されることに決定したのです。同時に海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、およびイギリスの BAE システムズの3社が候補とされました。当初はこれまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機や F-2 にラプターや F-35 ライトニング2など第5世代ステルス戦闘機を開発・製造したロッキード・マーティンが有力視されていましたが、かつてF2 戦闘機開発で F-16 ファイティングファルコンを土台にするようにアメリカ側から強要された結果、中核的技術情報をブラックボックス化されたため自由に事情に合わせた改修ができなくなった過去がありました。次期戦闘機でも同様の状況に陥る危険性を指摘する声が上がっていたのです。またアメリカ軍は F-2 や F-35 などの後継となる戦闘機開発について有人機の開発を進めることに懐疑的で、ロッキード・マーティンが日本との技術提携に乗り気ではないこと、アメリカ側の戦闘機に対する要望が日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるので関連性が低く連携による開発が期待できないなど問題視されるが項目が多く、政府と防衛省はそれまでの方針を転換し、イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすると2022年5月公表しました。
イギリスは、現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる第6世代ステルス戦闘機テンペストの開発を、日本と同じタイミングで、イタリアなどと共同で進めています。さらに、イギリスとは、レーダーやミサイルなどで共同開発が進められていたことが決め手になったのでした。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府から GCAP の立ち上げが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発し配備する計画であると発表されたのです。GCAP に参画する各国の企業を紹介します。日本は、三菱重工が主契約者となり機体を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が電子機器を担当するそうです。イギリスは、機体は BAE システムズ、エンジンは、ロールスロイス、ミサイル開発を、MBDA、電子機器は、イタリア企業のレオナルド SPA のイギリス法人が担当することになりました。イタリアは、レオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加します。2023年12月14日、日本、イギリス、イタリア各政府は、GCAP の推進、管理を行うための国際機関として、JA、以後、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したのです。イギリスとイタリアは、この GCAP について完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げるために輸出を積極的に行いたい意向があるようです。イタリアのレオナルド SPA のロベルト・チンゴラーニ CEO などは将来的に開発計画に参加する国が増える可能性を排除すべきでないと述べていますから GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているようです。それに関連してイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事では、中東のサウジアラビアが GCAP に参加を希望しているという報道があったため、各方面に波紋が広がっているようです。サウジアラビア空軍は、ユーロファイタータイフーンを導入して運用しています。その際、同機を国内で組み立てる要望をしたという経緯がありますし、イギリスやイタリアとは、軍事面以外においても結びつきが強いとされているので、オイルダラーという強大な経済力を持つサウジアラビアが、正式に参画希望を表明すれば、間違いなく賛成すると見られているのです。GCAP で開発される次期戦闘機の1機あたりのコストは、様々な見方が出ていますが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超えるという見方が大勢です。庶民とすれば、とんでもない金額に感じるのですが、近年の戦闘機価格は、第5世代ステルス戦闘機 F-35 でも200億円近い金額です。無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能を追加し、より高性能な次期戦闘機は、200億円をはるかに超える金額と想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることでコストダウンを図る意図があるのでしょう。しかし、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則により、戦闘機の輸出が制限される日本は、GCAP の参加国が増えることについては、さほど積極的には出られないのですね、政府関係者がやきもきしても。そこで、日本政府は、お得意の抜け道を思いつきました。2024年3月26日、次期戦闘機輸出について、自民・公明両党の合意に基づき、歯止めを設けた上で、第三国への輸出を容認する方針を決定したのです。歯止めの内容は、輸出を容認する対象が次期戦闘機のみで、輸出先は、日本が、防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限るとしています。さらに、戦争や紛争など戦闘が行われている当事国には輸出しないとしています。日本は、2024年3月時点で、サウジアラビアとは、防衛装備品の輸出協定を結んではいませんが、協力という合意は得られているので、協定を結ぶことに支障はないとしています。しかし、そのサウジアラビアは、イスラム教シーア派などへ武力行使を実施しているのは事実ですし、紛争当事国とみなされる可能性も高いのです。イギリスやイタリアがサウジアラビアへ輸出することは、容認できても、
GCAP への参加を認めるのは難しいだろうと推測されているようです。近年、海保巡視船の建造が進められています。巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして、南西諸島の監視活動が実施されています。これらの海域では、より多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされています。相手は、言うまでもなく中国海警局ですが、暁の攻防について見ていきたいと思います。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役しました。そして、度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海所保安本部に配属されたのです。この第10管区海所保安本部は、鹿児島港が母港で、レ、イメイとともに暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われます。重要な役割を果たす黎明型巡視船の初舷は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇ります。規模だけで言えば、海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようですね。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないので、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できません。あくまでも、偵察力の範疇の艦艇なので、必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機銃2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装しているだけです。他には、殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置が装備されていますし、両舷には、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されているくらいです。海保の黎明型は、前級である、秋津島や前々級の敷島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船ですが、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られますが、計画年度が6年も離れているので、全体的に改良が加えられています。例えば後部マストですが、秋津島は前部マストと同じラティス構造だったのに対し、レ、イメイは、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されています。居住区画は、乗組員への防音措置に配慮して、配置や性不在の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているそうです。また、海上治安の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているので、南西諸島での海賊対応などにも有効とされています。ちなみに、海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようです。この初舷を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、レ、イメイや暁が、やや小さく感じられますが、建造費を比べると、一隻1700億円もの差で、暁の約6倍近くもかかるのです。つまり、イージス艦が高額すぎて、
金のレベルは桁違いということになりましょうか。海地護衛艦は、万が一の場合は敵国軍隊と戦うので、水上の戦闘艦として、巡視船よりも設計、構造的にも高額なのは仕方のないことと言えますが、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているのです。マヤ型には、SH-60 キロ哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は、他の大型巡視船と同様、完備に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われます。このスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロです。日本国内では、海保以外でも採用されている優秀な機体と言えましょう。暁に搭載されるヘリの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定しました。南九州の青い海と、海保のイメージカラーのブルー、鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ、力強く、南九州の海を守ってほしいという願いを込めた命名されたとされているようです。陸上自衛隊でも、実際に、3機のスーパーピューマ225を調達、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていましたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようです。陸自に納入されている機体は数箇所回収されています。具体的には、操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため、排気口の排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているのです。陸自と同様、東京消防庁も3機配備していますが、救難、救助、救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しています。こういった状況下、海保は、日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に、各陸上拠点でも運用を行っています。暁艦載機の青鷲が、今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているようです。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で中国政府の意向を示すものなので小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となります。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織でしたが2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではありません。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれませんが、2021年2月から海峡法が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かなのです。これによって、中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったので、同局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけです。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところです。中国側とすれば、尖閣諸島は、日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いので、日本が固有の領土だと考えていることとは、全く相入れない主張を繰り返しているのです。しかも、尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は、侵入してくる中国公船から防護している状態なのに、海保側からの武力行使は一切できないのです。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば、容易に武力衝突が発生するとして、
海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ていますが、それを眺める論説として、中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実なのです。誰だって戦争は避けたいはずですよね。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れません。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはありませんから、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれません。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば、自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願います。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものですね。